器の方とか大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あ、カバンかな。あ、こちら。はい。はい。すいません。どうも。はい、大丈夫です。じゃあこちらで、はい、登録名をお願いします。ありがとうございます。こちらの方で。桃の香りのする緑茶だそうです。なんじゃそりゃ。どっちみたいな。本当だ。すごい。あ、本当だ。桃だ。あ、桃だ。すげえ。甘夏ゼリーだと。なんだって。勝ったな。おお。うん。食べるの難しくないか。なんかね、吸うのなんか。うん。本当美味しい。さっぱりして美味しいよ。うん、全然。こういうのは食べる。うん。うん。甘くはないね。ちょうどいい。助かるー。こんなアフタヌーンティー的なものまで助かる。会食はまず5時半から30分刻みのご案内ですが、何時ぐらいがですか？5時半から30分刻みだと何時にします？僕早いとあれですけど、まあ遅い分には大丈夫ですよ。6時半とか、うん、6時半とか7時、どうする？7時最遅だと何時になります？一番最初は、20時半ですね。ああ、どっちもいいですね。じゃあどうする？7時にしましょうか。そう決めた。7時がちょっといっぱいで、6時半か7時半どちらかで、はい、じゃあ7時半にする。うん、じゃあ、はい、お願いします。こちらの朝なんですけれども、今お取りできるお時間がオープンの7時半か9時、9時半のご用意になってしまいますが、いかがですか？朝食9時半が9時半にしよう、うん、なるべく遅くして酔ってる気がする。ゆっくりの9時半で。あ、はい、かしこまりました。お願いします。元気でお届けください。はい、ありがとうございます。ご案内いたします。はい、お願いします。ひえ、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。いや、いいところに来ましたね。素敵な。館内施設はご存知でいらっしゃいますかね？あ、そうですね。先ほどご案内伺いました。別館の方にね、浴場があるとかですよね。わからない点などはなさそうですかね。特になんか特筆すべきなんか施設とかございましたっけ？そうですね、一応大浴場への行き方がスロープカーと階段両方で行けるというところです。あー、なるほど、スロープカー。もしよろしければこちらもご利用くださいませ。はい、はい、これは3階から行けるんですか？そうですね、3階から出ておりまして、3階の、上上がる際にですね、スロープカーもしくは階段でご移動いただくような形になります。あー、なるほど、わかりました。ありがとうございます。それではお部屋へご案内いたします。はい、荷物は後ほどお部屋にお持ちしますので。あ、はい、わかりました。今のお部屋が何階でいらっしゃいますか？407号室です。かしこまりました。それでは後ほどお伺いいたします。はい、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。ひぃあ、もうすでに素敵よ。407ですね。ますか。うわ、はい、シャミオの新鮮なリアクションを楽しみください。俺はもう知ってるんで。いいぞいいぞこれ。おーほーら、すげえじゃん。ほーら見てよこれ。はい、何かございましたらフロント600までお願いいたします。はい、ありがとうございます。お座りください。ありがとうございます。失礼いたします。あ、そう、あ、ここに扉が。そっか、開いてるけど。でもすごいな。出そう出そう出そうあ、これ晴れたら最高かもよね。うーわ、ほら、うわー、すごいすごい、これはいいね。チェックアウト12時はありがたいよな。
うわーめっちゃいいじゃんこれ。うわセラピーか最高だな。あー親食も頼めるんですか。えぇ、ーえー、そうですか。天ぷら好きだ。ほらあらまあ素敵。あー夕飯はなあれなのかな、夕飯お任せなのかな。夕飯はどうなんだろう、特にメニューも聞いてないけど、まあこの様子だとなんかいい感じのが出そうだね。さすが求めが求めだけあるな。いやすごいな、ここ一番安い部屋なんだけど。そうなんだ。そうでも画像じゃよく分かんなかったからさ、あのまあ一番安い部屋でも値段が値段だしいい感じだろうと思ったら思ったより広かった。2人で寝るし広いよだって。一応ね定員4人とは書いてある。ああまあまあ4人4人でも結構広々はしてるよね。そう、すっごい広いやろ。うわぁ、すげぇ。ほら見ろよ、これがジャパニーズだよ。ほら見たかな。ほら見ろ、この関節照明。ジャパンだろ。クールだろ。どの口に困ったな記憶が。
使えればここで取っちゃうまであったな。動画を先に、はい、ああ、はい、そうだな、うん、バチと弓だから逆に、うん、ホテルの方にこう、ここまでさサービスのいいホテルだったらこうなんかどっか音を出しても大丈夫なようなスペースとかってございませんでしょうかみたいな。旦那とで聞いてみるってことだよ。そうそうそう聞いてみようかななんかあれこんだけ敷きちゃったらさどっかさ音出してても怒られないのかしら。そうじゃないの。聞いてみます。山彦したいんですけど要望逆にあの三味線みたいにもう両方同じ旋律で重ねるとかね。ああ三味線これ好きですね。ですよね。ぐるぐるすればいいのかなんか、慣れないでしょ別に旅館の人なんてなんか、ちゃんと聞ける人も少ないと思うよ。あ、そうなの。泊まりに来る人に関しては、まあ、そりゃそりゃそうよね、うん、だから多分、あんまり気にせん携帯、貴重な鍵閉めればいい。貴重品これなんだよ。そう、一番貴重なんだよ、こいつが貴重品って言われたってね。僕の袋入れてもまとめて入れます。どうしよう、普通にまとめて入れるものもないかも。シーケーならタオル。あー、タオル、まあ、タオルは手に持ってるし。そうなんだよね、うん、なんか、あとスリッパ入ってきたんですけど、これは靴下もいらないのか、うん、なんかあった時のために持っとく。じゃうん来るのかな。そうそう、下から来るのか上から来るのかしら。スロープか、下から来るか、上から来るか。あ、違う、上、下だ、下だ、ほら。あ、ほんと、なんか来てる。すげえ。やば。こん、いいの、こんなの。でも、待ってください。冷静に考えて、高さ1回分移動するだけでしょ。そうだよ。なんでスロープかなんの。これ足使えないおじいちゃんめっちゃ助かるよ。助かるけど、すごい。私たちまだまだ若いよ。いや、もうちょっと足もちょっと、ね、腰痛めての無事に。え、おじいさん。別の負荷また寒い。わあ、すげえ。あ、でも冷たい。おい、漏れてんじゃねえか。待って待って、男性専用露天風呂。そうだね。はい、行きましょう、行きましょう。漏れてる。漏れてんだよな。漏れてるよ。じゃあ、え、でもすごい。え、これ待って、ここ3階ってことは上に行くんじゃない。そうですよね。だから連絡通路が3階にあるから1階3階に。うおーい、こっちかい。でも中身すごい。ほら、ほんとだ。うわ、すげえ。伝わりにくいけどそう、伝わりにくいけどすげえ。結構湿気てるからね。やばい、ケミさん、これ僕の顔反射してるわ。モザイクします。ごめん。はい、行きました、行きましたよ。すごいな。これスロープカーじゃん。これスロープカー乗るようなんですよ。こっち行って、でわざわざゴンドラこれ乗るわけですよ。はい、はい、ね。ここでよかった。ここでよかった。すげえ近いね。わざわざゴンドラを楽しむためだけにこんな遠回り。何やってる。